愛ちゃんとりなちゃんって本当に仲良しだね。りなちゃんのことを同好会に呼んでくれたのも愛ちゃんだし。りなりーはね、愛さんのダジャレショーを見てくれた時からの仲良しなんだ。そうなんだ。じゃありなちゃんは前から愛ちゃんのこと知ってたんだね。通りがかりのりなりーを引き止めて見てもらったので、それからお昼とか一緒に食べるようになってね。ってことがあったんだよ。愛さんもうすっごい笑っちゃってさ。面白いでしょ。ダメだ、思い出すと笑っちゃう。楽しそう、いいな。え、りなりーも行ってみたい？なら次の休みとかどう？あ、今のは違う。ううん、違うんじゃなくて、行ってみたいけどいいなって言ったのは違う。ん？なになに？愛さんの笑顔見てると私楽しくなる。誰かをそういう風にできるのいいなと思ったの。りなりーできてるよ。愛さん、りなりーと話すの楽しいもん。顔に出ないのに。別に顔に出なくてもさ、りなりーいっつも愛さんの話に付き合ってくれるじゃん。それって愛さん愛されてるでしょ。愛だけに。りなりーの気持ちは行動でわかるってことだよ。行動。あ、あんま納得してないでしょ。指イジイジしてる。あのね、愛さんとお話しするようになっておしゃべり楽しいって思うようになった。もっとたくさんの人とおしゃべりしてみたい。だからね、笑顔の練習してみたい。笑顔の練習か。何したらいいかな。愛さんの場合だと笑顔って抑えられなくてブワーって出ちゃうものなんだよね。あ、そうだ、愛さん思いついた。愛さん、りなりーが笑っちゃうようなことたくさんするよ。だからブワーってなるまで見てて。ブワーってってなるまで。まずは愛さんお得意のダジャレだね。これはもうブワーってくると思う。わかった、よろしくお願いします。じゃあ行くよ。この椅子いいっすか。おっと、違和感違和感。じゃあこっちのクッションに。クッション、席取りに席取られた。愛ちゃん、愛ちゃん、あ、ごめんごめん、トリップしてた。愛さんとりなりーはもちろん仲良しだけどさ、今は歩とだってめっちゃ仲良しだよね。愛さん、仲良しがたくさんできて本当嬉しいな。